あげます。せよ。かぼしマシマシ TV なんですよ。はい。始まっちゃいました。はい。あ、元祖スタミナ満点ラーメン鈴木さんですよ。あ、はい。東京都三鷹市ですね。隣には知ってる人がいますね。うん、お友達。お友達です。三鷹駅の南口から徒歩5分でして、うん、お昼無理国中が鈴木さん、なるほど、夜がスタミナ満点なんです鈴木さんですね。鬼に変わるんですね夜は。そうなんです、うん、二郎系のお店ではございません、うん、アリランラーメンと竹岡式と二郎系、うん、この3つのハイブリッドで生まれたオリジナルのラーメンを出してることで有名なんですね。はい、はいはい。このようにスタマンそば、辛いスタマンそば、そしてつけ麺系、辛いつけ麺系、つけまん、これまんなんです。これもスタミナなんですね。はい、このトッピングと、まあ、あとライス、マサオ、これ気になりますよね。はい、とりあえず今回はスタマンそばを、大盛りねして選択をしております。どんなんが来るのかな。はい、こちらです。出ました、スタマンそば大盛り。にんにく、生姜、背脂、うまし、ありまして油もそばで、ナイス、ナイス、これいいっすね。ナイスですね、合うねこれ。私具増ししてますが、具増しというのはこれ、豚肉、ニラ、玉ねぎ、これを増すことができます。なるほど。はい、にんにく、生姜、背脂はコールで増せます、うん、はい、無料です。で、二郎系じゃございませんね。ああ、なるほどね。そう、野菜がないんですね。うん、これ間違ってコールしてる人がたまにいるみたいですけど。なるほど。はい、三つだけです。あ、具増しがそこに当たるみたいな。あ、まね、そう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 、うん。そうなんですよ。つまり、マシマシコールもないんですが、トッピング買って、そのようにですね、油を増したり、することはできると。なるほど。ということですね。あ、ね、こちらの本出てますが、まだマサオの解説はしません。なるほど。後ほど。それではいただきます。あ、豚からいきますよ、ね、たっぷり入ってますが結構な牛中豚なんです。なるほど。かなりできたんですよ。これ大きさがね、小指の半分ぐらい、カットしてありますからね、他の具材とガツガツ食べれる大きさなんです。まあ本当に米と食ってくれみたいな。いや本当そうなんです。ニラ、油、玉ねぎ、これがアリランラーメンの要素が強いです、ね、なるほど。油は鈴木さん独自のものですが、ニラと玉ねぎとこの、まあ、ちょっとスタミナ系の感じです、背脂黒黒してますが、これがね、意外とそんなに濃くないんですよ。なるほど。はい、味付けは、ま、マイルド油、でもほんのり味ちょっとだけでも米いっぱい食えちゃいそうですけどね。いいですね。豚、玉ねぎなんかも入ってますから。あ、ここでもうライスを、これは合うし、これすごいっすよ。濃いめの汁、いや抜群に合います。この量出してくれたことに感謝。漫画の米だもんね。本当にね、これここでライス頼まないのはカレーライスのライス抜きぐらいもったいないです。なるほど。マジで頼んでください、はい、ライスは。でそのスープですよ。いや、ね、これもそう、赤くねえ、ね、これちょっとピリ辛なんですかね。あ、そうですね、ややっぱり辛めな部分はありますね。熱い、まず。あ、なるほど。激熱なんですよ、びっくりしたと思う。この黒いスープが、うん、これ竹岡式のちょっと特徴になってるかもしれない。竹岡式ってあのチャーシューの煮汁で作ったスープが有名なんですよ。まあこっちの手を加えてあってこの黒さにはなってます。はい、げんこつ、鶏ガラ、満載、醤油スープ、にんにくよりもね生姜との相性が良かったですね。はい、だからまあ生姜コールもできるんで、これはニンニク入れたくない人の生姜は絶対入れた方がいいかなと。なるほどなるほど。はい、そして麺量ね、ラーメンとつけ麺で違うんですね。波240、波360、あの量もかなり、そう、つけ麺の場合の台は580。パキポキ、いいパキポキ麺、入れが分かるっすもん ね、これね、粗いですね。これ生姜まとって超パワフルっていうことで、スタミナのゴンゲです、こちらは。だそのものをもうすべて、あ、これスタミナすべてなんですね。スタミナをそのもの麺かと思ったら違うね。具と一緒に食うのか、麺だけを食うのか迷ってしまうぐらい美味しい。上級じゃないもののある程度やはりインスパイアしてる部分あります。意識はしてるんで、肉これやっぱり大事だと思うんですね。一気にね、あの口の中がもわっと、なるほど、二郎系を思わせる。もう生ニンニク、あ、そうです、刻みの、はい、スタミナ満点だから、はい、ニラ、ニンニク、生姜のパワー
がやっぱりすごい。こいつはすげえや。いやーやっぱね、見た目からしても美味しいって分かりますかね。あ、マサ君。来ました。来ました。マサはですね、うん、鈴木店主の奥さんのあだ名らしいんです。珍しいな。マサをマサコなのかマサヨなのか、うん、ね、内容はうずらなんですね。で、油マサオはそこに背脂が足された、うん、マサオはうずら、うずらです。なるほど。油はあったです。なるほどね。はい、ということでマサオです。さらにブレンドコショウ、まあもちろん初めからものすごいいっぱいスパイス入ってるんで、うん、いつ入れてもね、あのスパイシーな、コショウとかで入ります。なるほど。ここが後半にやっぱり入れましたけど、うん、はい、なんかね、ちなみに隣のね、ガンデンさん、はい、漬け汁、漬けまんを頼んだんですね、うん、これね、ラーメンよりもはるかに濃い。あ、まあ、漬け麺だからね。さらに僕はこれを食べにまた行くでしょう、ね、なるほど。漬け麺の方、はい、あそこで、うん、ハイエルダイスですね。いや、たまらんね。たまらんっすよ、これ本当に。将来だとあそこまではたんまりは来ないんですけども、はいはいはい、でも一般的なお米のちょっと大盛りぐらいは入ってるな。なるほど。まあ、将来だと、はい、なので自分の量を見極めてですね、ラストのこの締めのところまで美味しく食べてください。あれ、これがね、もう進むね、マジで。はい、ということで、マシマシのレベルなんかを高めに設定して、あっ、すごい、おやっさんということでね、おやっさんでしたね。あと、そしてどんどんいきますね、今日は、はい、にゃんこの冷やしうどん。これ期間限定とか冷やしとか書いてるから、夏に買ったやつ。はい、賞味期限は今年の4月までで、ずっと冷蔵庫にあるなと思ったんですよ。ちょっと暖かくなってきたんで、ね、中身こんなうどんとだしと鰹節が入ってますが、はい、果たして食べてくれるんでしょうか。猫にも麺を食わすよ。そういうお店さん。あ、ちょっと、あ、なんか不思議だなと思いながらも、まずはメンマが食べて、新しい飯だから、ちょっと食いつきがね。皆さんも食べてるでしょうか。これはまずはね、だしの部分を、はいはいはい、あ、すごい出ますね、いっぱい。あ、まだいっぱい残ってるけど、どうだ、よく見ると、はい、こいつらはね、こういうことしますよね。あるのよね、本当に。しかも食べてますね、この部分だけとかね。あれです、うどんをね、作って。はい、さあ、うどん、ゆうかさん、あ、いけるかな。さあ、おいしよう。いや、もう興味ねえじゃん。ゼロ麺、ゼロ麺、ゼロ麺です。あ、ちょっと舐めて。あ、食べない。まあまあ、やっぱ、ね、すすれないからね。やっぱ。カリカリに。なっちゃいましたということで、あ、鈴木さん情報最後に一つだけ、はい、なんと赤坂店ができるということで、ね、うん、今年中にできるみたいなので、そちらも行ってみたいと思います。なるほど。鈴木三鷹本店の方で、うん、はい、ごちそうさまということでございます。ありがとうございました。